このままじゃやっぱダメだよね。でもこの世界でも私ってアイドルとして通用するのかな。私がいた世界とは文化も考え方も違うのに。あの、びっくりした。いつからそこにいたの。お、ああ、心配してくれてたんだ。ありがとう。でも大丈夫、心配いらないよ。え、大丈夫だって。ほらほら、もう遅いんだから子供は寝ないとダメだよ。団長たちに心配かけちゃうだなんて、もっとしっかりしなきゃな。姫？ええ。へえ、アイドルみたい。そういう仕事この世界にもあるんだ。それにしても、そのあの、シュティって子は私たちが必ず見つけ出してあげるから。そうかな。もしかしたらなんとなく人事じゃない気がするからかも。え、あ、うん、なんでもない。さ、急ごっか。お、うん。大丈夫だよ。あなたを探しに来ただけだから。え？私は城ヶ崎美香。依頼があってあなたを探しに来たんだ。初舞台の前に逃げるなんてどうしたの？それは。どうして？話を聞かせてくれないかな。その、その、それで、そっか、わかるな、その気持ち。私もアイドルしてるから。え？ああ、歌って踊る歌姫と似たような職業かな。昔の私も初ライブ、初舞台の時、シティと似た気持ちだった。超不安でさ、ステージの上で恥ずい思いなんてしたくなかったし、逃げ出したいって思っちゃったんだ。そんな。うん、逃げなかった。プロデューサーが、大切な人が
楽しんで来いって言ってくれたから。え？だよね、私も全く同じこと考えたし、実際にそう言っちゃったよ。でも気づいたんだ、ここで逃げたらもっと楽しくないって。だから覚悟決めて歌ってきたんだ、私なりに精一杯。あ、そっか、これは私の話。このまま悩み続けてもシティは楽しくなれないよね。ねえ、でもさ、やってみなきゃわからないじゃん。たくさん練習したんでしょ。だったら舞台に立って披露しなきゃ。あ、そうですね。しかし、もちろんちゃんと見守っててあげる。ありがとうございます。いい笑顔じゃん、その笑顔本番でも忘れないでね。お、団長ごめん、はぐれちゃ。シュティ後ろに隠れてて。大丈夫大丈夫、今の私は気功師でもあるんだから絶対に守ってみせるよ。やば、団長ナイスタイミング。大丈夫だよ、シティならやれるって。ちゃんと。はい。うわあ、本当にいい声、それにちゃんと楽しめてるみたいじゃん。やっぱステージっていいな。すっごく綺麗だったよシュティ、あなたの歌心が洗われるみたいで最高だった。でもみんなからの歓声はシュティの実力だよ。それに私の方こそお礼を言わせてほしいな。あなたのおかげで私も大切なことを思い出せたんだ。本当にありがとう。うん、昔のこと、それを思い出せたおかげで決心がついたんだ。私この世界でもアイドルをするよ。ライブだってやっちゃうし、やるからにはナンバーワン目指しちゃうんだから。うわぁ、約束だよ。